めっちゃいるんだが、知ってる。あ、落ちてないか。どうしようかな。あいつよ、よし、ゲッチゲット。武器がないよな。やばい、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、走ってこないで、走ってこないで、弾がないんだよね。ちょっと前に一発ある。あー、そう、リロード。よし、ナイス、オッケー、ショットガン弾ゲット、リローディング。後ろから行けるか。振り向いた、行ける行ける行ける。あー、ダメ、あともう一発。あー、ダメ、やばい。なんかすごいに出してる。なんかすごいに出してきたぞ。あー、弾がない。手榴弾使うのもったいないしな。使うしかないか。ほい。ドン。ちょっともったいないけど。ショットガン弾。これどうやってショットガンといける？あ、これでいけるの ?2、3、4でいいかな。スナイパーライフいいね。リローディング、リローディング。おお、いたいたいた。まあ、いるんかい。死ね。あ、倒れてくれない。マジか。まだ倒れない。あー、普通死んだし、もったいね。よし、行くぞ。で、スナイパーは極力使いたくない。いるな。いや、見えてるよな。ちょっと待って、これ手榴弾投げた方が良さそう。ちょっと待って、こっちの方寄せてから。複数いる場合は手榴弾かな。あー、一匹向こうの方に逃げてった。こっちまで来るかな。一匹だけ来たか。もったいないな。倒れてくれ、倒れろ。倒れてくれ。倒れたが、6発使っちゃったな。ダメージが足りないのかな。手榴弾使うか。あ、これ死ぬ。まだ生きてるな。手榴弾で死んでよ。死んでくれ。弾が足りない説な。よし、弾出てこい。弾出てきたけど、リターディング。よし、こっち
よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。開けろ開けろ、いいぞいいぞ。よし、なんかマリアさんがこっち来た、降りてきた。これ殴れ、あ、殴れた殴れた、よかった。これ鍵で多分弾補充しろってことなんだろう ないる、これ死んでる、死んでるか。弾が明らかに足りてないからね。なんか撃ってるんだけど、なに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 、何事何事何事、やばいやばい、めっちゃ撃ってるめっちゃ撃ってる、何事だよこれ。自動で撃つの、誰での、だだだだだだ、今だ、いけ、やばいやばいやばい。で、弾、あ、弾じゃなかった、ツールか。さあ、撃たれるの待って、行こう。いいぞ。いいね、いいね。さて、こっからは、通る。狭いとこ通っていって、やばそう、なんかゾンビわらわら来そう。え、なんか人影、違うか、なんだこれ。操作する、被験者番号25、33、そして55にも異常な波形を確認。全員に共通する病歴、乖離性同一性障害がある。うわっ、行くぞ、気持ち悪い。以前行った全体全室の実験で起きた自我の喪失、予期せぬ結果を生んだ。やばい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 、自殺への願望が抗体人格から基本人格に対する攻撃として現れ、自意識が弱まると無制限な誘導が始まった。気持ち悪い。二つの生き物が組み合わされ強制的に一つになる。わらわら湧いてる、これ踏める、ぐちゃ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 、素晴らしい。気持ち悪すぎ、こんなんで湧いてくんの。うえー、わらわら湧いてきたんですよ。これ全部始末したかな、まだいた。あ、ここにいいもん発見。顔は特になしかな。わらわらは湧いてきすぎやろ。リローディング、よし操作。よーし、行くぞー、よいしょーよいしょー、ガチャン。さあ、こっからよ、水の中入って、すごい滝、水の量すごいね。こっち行けるやろ。ああ、弾あるわ、弾補充、いいね、弾補充ありがたい。これどこに通じてるんだろう。なんかまたわらわら湧いてるんだ、急やつらが。これどうやって登る、あ、登れるんだ。ぐちゃ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 、やつら湧きすぎやろ。うわー、いるわやつが。死んでくれ、死んで、間違えた、よし倒れた、燃やす、あ、燃やす、食べかない、
死ね死ね死ね、あやばい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 、ああ死んだもしかして、よし使っとこう、これ多分普通に突っ立ってるだけやったらこいつはチビも攻撃してくるんだろう、あ外した、やばい、もったいない、よし倒した倒した倒した、でかい、ただ弾なくなっちゃった、え何食った、ああチビにこうやって攻撃食らったのかもしかして、このチビずっと欲しいな、マッチもなくなっちゃったしね、よし行こう、さあ問題は弾がないことなんだよな、これこっちの方になんかないかな、パンチキックだった、ここら辺に女神像とかないよな、よしよしよし、弾くれ弾くれ、この上登れる、登れないか、よしなんかいるんだが、なんだあれ、何ブルブルブルってしてる、なんかここやばくない、深い理数式体、やはり罠だった、何度もホソフィアに忠告されたのに、あと一歩で真実を突き止められたはずだ、確かに手応えはあったんだ、あともう少しだったのに、ドアの隙間から風が漏れてくる、外につながっている証拠だ、鍵になるプレートを見つけた、表か裏か確率は2分の1、最も簡単な選択なのに決断できずに行ったり来たり繰り返している、これやばくない、行っていいの行っていいのこれ、すごいな、え、なにこれ調べる、うわなに、なに大丈夫なの、大丈夫、なんか青光ってるんだけど、血まみれのレリーフ、不気味な顔が彫られたプレート、片側が血で汚れている、これかさっき言ってた、はみ込む、表か裏かこれどっちはみ込むんだ、ちょっと待って、こっちか、正解？正解？お、あ、正解だ。よかった。正解だ。あれなんかヒントとか書いてあるのかな、どっかに。お、なになに？光が。光っていうか電波かな、何なんだろう、ブルンブルンするぞ、おお向きました、また病院来たぞ、また病院来ちゃったぞ、何ですかね、何でしょうか、また舞い戻った病院へ、これ最初の頃来たところやね、カーソルが消えない、一体どうなってるんだ、時間がない、彼を止めるためには逆転する方法を見つけなければ、誰を、ルビックってやつか、何者だ、すまんが時間がないんだ、教える気がないなら手伝えないぞ、助けがいるんだろ、彼は我々が共同で研究してた、なんといえばつまり複数の脳を接続する研究だ、電気パルスで脳の全てを共有する、感情、記憶、知覚、全てを直接に、
前例はない研究だ。心理学や薬学にも影響するだろう。人間の意識をつなげるのだ。正気か。これじゃ悪夢だ。そうだ、完璧ではなかった。特にあの不安定なホストではな。最高だ。あんたの共同研究者はイカれてて、俺たちはそいつの頭の中。そういうわけではない。我々も一定の影響を与えている。しかし意識的影響力を持つのは彼だけなんだ。あんたならわかるはずだ。奴の望みは。あくまで推測でしかないが、彼の望みは我々の死だ。死を求められた。ドクター、ドクター、ドクターどっかいない？お、なんかある。なんだこれ、サバスチャンの手記。今朝はリリーを幼稚園、今朝はリリーを幼稚園まで送った。初登園の日、リリーは物知らず、新しい環境にすぐ慣れたようだ。この3年はリリーは付きっきりで、マイラも大変だったと思う。これで彼女もちょっとは楽になるだろう。楽になると言っても KCPD の行方不明、捜査団体に復帰するという意味だが、行方不明者の数が増えている。このままだと全市民が行方不明者になってしまうベースだ。大げさかもしれないが、この街で何か起きているのは間違いないだろうし、マイラの能力は少し高いし、仕事に復帰できてモチベーションも高い。きっと彼女が捜査の力になってくれるだろう。こっちだな。こっち行けって言われたの。あー、なんかボスっぽいの出てきたぞ。やばい、ちょっと、あー、ミスったー。いきなりかい。でかい。行くぞ、走れ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 。これ行けるの、行けるの。捕まるやん普通に。どういうこと。普通に捕まるんだが、気持ち悪いな。今回これがボスか。走れ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